はーい、出ましたー。ひとまずは、ミドラーシュのキャストと、お呼びくださいませ。お役に立ちますよー。大きく儲けるのでしたら、毎日コツコツと。耳は敏感なので、ひょー。安く仕入れて高く手放す。これ基本です。マスターとのお別れの時は、せいぜい高値をふっかけたいですね。はいはい、はーい。カルデアでラクダを飼いたいでーす。ラクダかわいいですよ。怒らせると、すっげえ怖いですよ。嫌いなこと。わかりました。払えばいいんでしょ？払えば。聖杯ですか？誰にも売れないものって、ちっとも欲しくないんですよね。バーゲン会場があるそうですよ。こうしてはいられません。今お金の話してました。それ原価おいくらですか？大丈夫、ノープロブレム。なんとかなりますよ。なんとかはね。今日の運勢ですか？お近づきになった人の未来を占うのって私気が進まないんですよね。くすぐったいです。とある南の国の大臣と精霊の神の間に生まれたのがこの私なのです。なので、少しばかり人とは違うっていうか。問題です。お金に換えられないもの、なんだ？それは、私とあなたの時間です。未来を見通せても、それはただの知識ですもの。日々培われた心のつながりは、誰にも奪えない、誠の宝です。そろそろ本気出して参りましょっか。蓄えるだけじゃなく、使うことも肝心です。控えなさい。この私を誰と心得ますか？なんて、やめやめ。似合いませんものね。私は幻。砂の海の蜃気楼となり、消えゆく女。されど、願わくば語り継がれましょう。誇り高き、あなたの勇おしと共に。嬉しい。お勘定なさいまし。食い逃げ猫ババ、許しません。シャラララーン。やっちゃいまーす。お目が高い。お買い得でーす。もったいないですね。出番ですよ、私の陣たち。好機到来です。この謎をお解き遊ばせ。はーい。えい。それ。参ります。よいしょー。逃しませんよ。この空室の底に秘された問いこそは、汝を測り、
見定める戒めとなる。かかれ、エハット。シュタイム。シャロッシュ。スリーエニグマズ。懐が痛いです。あ！ご破産で願いますわ。帳尻が合いませんね。毎度あり。どうぞまたごひいきに。出ました。芝の国を治める女王と呼ばれておりました。芝とお呼びください。はい、本当の名前ですか。そこからは別料金ですね。そろそろ返品をお考えになられては、マスター。あのだのつく人、お父様と呼んで構わないとも、とか言われても、私困るんですよね。金星の女神様は、すごく素敵な方で、女子同士のキラキラトークもはかどって。え？お金の話ばかりじゃありませんから。宝石とか、有価証券の話だってしますよ。もう。くすぐったいです芝王国の大臣と精霊の神の間に生まれたのがこの私なのです。なのでちょっとばかり人とは違うっていうか、あの、そろそろ無料まふりタイム終了ですよ。問題です。お金に換えられないものなんだ。それは、私とあなたの時間です。未来を見通せても、それはただの知識ですもの。日々培われた心のつながりは、誰にも奪えない、誠の宝です。控えよ、女王の御前である。なんて、やっぱり似合いませんよね。私は幻、砂の海の蜃気楼となり消えゆく女。されど、願わくば語り継がれましょう。誇り高き、あなたの勲しと共に。